霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。なんだこの霧。ここはダメだ。引き返せ。無理だな。何だろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付ける。
づいたか。あとは鳥居だな。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥か。霧が出ていたのか。みたいだな。お前が浄化できるとは思わなかったよ。片代か、使えそうだ。ここはもう目的地に行くぞ。なんだろうこれ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せ。するな、戻れ。
これって何？今はいい、先を急げ。あったよ。受話器を取れ、俺がつなぐ。何これ？エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置、余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと？なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。するな、死んじまうぞ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。
い、怪我するぞ、離れろ。コンビニか、何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。珍しいものが売ってるな。あ、エンジンがある。好きなんだよな、こういうの。意外と買っちゃうんだよな。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。そこの2階だ。ちょっと無鉄砲すぎるか。あ、懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。何が出るかな。これは当たりか。何が来たかな。
島には当たったんだ。このレコーダー、エドのものだな。遭遇してるんじゃないか。安心してくれ、これからもっと遭遇する。うんざりするのはまだ早いぞ。彼らは負の感情の集合体だ。それをロマンチックな表現にすると汚れと言うんだったね。汚れがエーテルと結びつき生まれるのがまれびとだ。しかし負の感情の具現化がスーツ姿の男性や高校生の姿なのは現代ならではだな。きっと昔は侍や忍者や芸者の姿だったに違いない。話によるとまれびとには客人の意味もあるそうだね。工事の国からやってくる存在のことでもあり、異国の人間という意味でもある。つまり僕やデイルもある意味まれびとだ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いやもっとだ。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。なんだよこれ。気に入ったか。持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあ、いろいろつてがあってな。あんた、何者なんだよ。国の番犬かつ、はぐれ者のお友達ってところだ。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。
俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。なんだこりゃ。結界だと？マンションごと押しつぶす気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。ないだ、こいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押しつぶされる。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。さっきの石があるはずだ。探すぞ。持って数分だ。急げ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。
んだ。近いぞ、周囲をよく探せ。こいつが本体だ、ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった、結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる？違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ、破壊しろ。囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。ああ、先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。